ジャパンニュースネットワーク、ジャパンニュースネットワーク、ジャパンニュースネットワークは TBS テレビをキー局とする日本の民放テレビのニュースネットワークである。略称の JNN で言及されることが多い。日本のテレビニュースネットワークとしては最も歴史が古い。なお、ここではニュースとは別関係のテレビ番組供給ネットワーク、TBS ネットワーク、 tbs ネットワークについても解説する。ただし、tbs ラジオを機関局として、テレビと同時並行的に存在する、ラジオネットワークについては、ジャパンラジオネットワーク、JRN を参照のこと。また、一般に、本校で解説する JNN と tbs ネットワークとを合わせて、tbs 系列という、ラジオ東京、KRT、東京放送。 現、東京放送ホールディングスが、日本放送協会、NHK に対抗する、日本初のテレビニュースネットワークとして1959年8月1日に結成。この年に放送された、皇太子昭人親王、後の、第125代天皇、近城天皇結婚特番のネット局がほぼそのまま、加盟した形となった。当時郵政省現在、総務省では、 テレビの全国放送は NHK のみと民間放送は各県域内でのローカル放送を前提としていた。しかしながらラジオと異なりテレビの場合は NHK に対抗しうる内容の全国ニュースを放送するにはどうしても各地方局間の素材の項が必要となっていた。これより先、ラジオ東京製作の東京テレニュースを 初期加盟16局がネット受けを行い放送していた。特に北海道放送、HBC、中部日本放送、CBC、現、CBC テレビ、大阪テレビ放送、オットーブ、朝日放送テレビの前身、ラジオ九州、RKB、RKB 毎日放送の前身と、ラジオ東京は、その前年である1958年にニュース協定を結んでいた。 JNN 発足当時、他局も放送局間で素材交換を行った全国ニュース番組を放送していたが、日本テレビは自社で制作したニュースをネット局に配給、富士テレビと日本教育テレビ、ネットテレビ。現、テレビ朝日はニュース番組制作会社が制作したニュース番組を購入して配給する形で全国放送していた。特にネットの場合は制作に 朝日新聞社が関わっていた。これに対し、JNN は特定の新聞社との関係を持たず、自主制作でかつ、加盟各社の共同制作であり、ラジオ東京が編集、制作、創出及び、セールスを行っていたものの、同社は、加盟各社の代表という立場に過ぎない点型、系列と異なっていた。初期は、ニュース番組のタイトルも各局が自由に差し替えられたが、 1975年3月31日、朝日放送テレビから毎日放送へのネットチェンジ後は、ネット加盟局全社統一となっている。現在フルネット局28局で形成されている。秋田県、福井県、徳島県、佐賀県には JNN の加盟局がない。1989年11月27日から、被疑者の呼び捨てを止めている。 ロゴマークの色は原則緑で、と、公式サイトでは表示するが、2017年10月以降、定時ニュースのロゴが独自のものに変更されたほか、新、情報7デーズニュースキャスターなども独自のロゴを使用する。また、番組配信局テロップは一切出していない。全体として、a m ラジオを経営している老舗局が多く、特に、 放送という名前の JNA の加盟局は、そのほとんどがその地域において、最初の民放テレビ局、第1局となっている。北海道、東北の太平洋側、静岡県、長野県、新潟県、石川県、近畿地方、中国地方、山口県を除く、九州、沖縄地方の全局では、ジャパンラジオネットワーク、JRN にも同時加盟してい。従って、 機関局は、東京、名古屋を除きすべてラテ県営。東京、名古屋も事実上のラテ県営で、同時に JRN の機関局でもある。デジタル放送では、すべての加盟局が映像の権利保護などの観点から CM を除いた放送中、画面右上に自社ロゴ、ウォーターマークの表示を行っている一部系列局では、ワンセグでは言っていい。現在は五大系列は、 すべての放送局で実施されているが、放送開始当初から行っているのは JNN のみである。加盟局は G ガイドの番組データを配信している、電子番組ガイド、IPG の G ガイドのホスト局となっている。認定放送持ち株会社、並びに株式上場への取り組みも多く、2009年4月1日に TBS テレビ、東京放送ホールディングス、 2014年4月1日に CBC テレビ中部日本放送2016年4月1日に RKB 毎日放送 RKB 毎日ホールディングス2017年4月1日に毎日放送 MBS メディアホールディングスが認定放送を持ち株会社体制に移行し2019年4月1日に産業放送 RSK ホールディングスも 認定放送を持ち株会社体制への移行を予定している。東京放送ホールディングス、中部日本放送、RKB 毎日ホールディングス、新潟放送は株式を罰している。加盟局には JNN と番組名につくものはすべての加盟局が同じ時間に放送することや他のニュースネットワークに JNN のニュース素材を提供してはならないことなどを 内容とするテレビニューに関するネットワーク協定、JNN 配達協定、JNN 協定とも言うを結んでいる。また、系列局がスクープしたニュースにおいては、JNN の取材により、明らかになったとコメントする。これは、ネット級のニュースになった時点で、JNN 基金より取材費が補助されるためである。一部地域、加盟局でしか放送されないニュースがある場合には、 JNN の名称を使用していない。また、TBS 系列以外の放送局にも、番組を放送している最中に、やむを得ず、TBS からニュースを放送する場合も、JNN の名称は付かない。なお、TBS ニュースバードでも、JNN の名称の付く番組名、JNN イブニングなどがあるが、CS のオリジナル番組のため JNN 協定は、適用されていない。 番組制作に関しては、すべての加盟局による共同制作番組を企画するほか、北から北海道放送、HBCTBS テレビ、TBSCBC テレビ、CBC、TV、毎日放送、MBSRKB 毎日放送、RKB のぼ根が、機関局に位置づけられ、5社連盟を結成している。ちなみに、JNN ニュースバードの 列島ニュースには TBS 以外の以上8局のニュースが紹介されている。過去には当時 JNN 加盟局のなかった地域の JRN 加盟ラテ県営局、秋田放送、高知放送、南海放送。いずれも日本テレビ系やアン単独加盟時代の青森テレビに対し JNN ニュースを番組販売扱いでネットしていた。ネットワーク明において 系列の協定がより強固に確立される前の貴重な例である。なお、青森テレビについては、安価名時代も特例措置により番組販売扱いながらも JNN のニュース取材、配信への参加を認めていた。1999年には、日本初のインターネットでのニュース動画配信サービス、JNN ニュースアイ、2017年度に TBS ニュースに、 解消をスタートさせ、以後系列各局は、全国ニュースのみならず、ローカル、意ニュースも動画で配信するようになった。ニュース番組以外の一般の番組供給系列のネットワークは TBS ネットワークと呼称されている。ただし、JNN を運営する JNN ネットワーク協議会による、付帯事業として行われ、FNN と FNS、 NNN と NNS のように JNN と別組織とはなっていない。このためか一般には TBS ネットワークの名称は浸透しておらず TBS 系列やニュース系列と同様に JNN と呼称され場合が多い。前者はテレビ情報誌に機関局、準機関局共同で出していた広告に日本の茶の間を結ぶ最高のネットワーク TBS 系と謳われており、 一般向けには TBS 系列が多用される。校舎も TBS がスポーツ中継のオープニングキャッチで JNN スポーツと出していた時期があるほか、1993年頃、最近ではバラエティ番組等で JNN 周年を監視したりしている。また TBS のネットワーク局一覧のウェブサイトでも用いられると JNN を TBS 系列のネットワークそのものの愛称として、要する例も多い。放送事故やネットのない時間帯に TBS ネットワークと表示された画面が出たこともある。キャッチアップの SBS の例がある。本来、原則的には JNN 協定が適用されるニュース番組に関して、加盟局、加盟者共同制作という形を取る。そのため、制作著作のクレジットが出ないが、 適用外のネットワーク番組は制作した各局各社それぞれで著作権を持ち制作局のロゴがクレジットされる。これが両者の違いである。なお TBS ネットワーク扱いで放送している番組には TBS 以外のツボネの制作番組でもネットワークシンボルであるジンが制作局ロゴの隣に付加される一部例外あり TBS はジンを ステーションシンボルとしても使用しているため、ローカル番組でも表示される。また、JNN ネットワーク協議会には、プロ野球中継に特化した、プロ野球中継担当者会議という組織があり、プロ野球チームが放送エリア内に本拠を構えている。各局、5社連盟構成局すべてと東北総 TBC、中国放送、RCC が加盟している。この会議において、 tbs 系列におけるプロ野球中継に関して詳細が決定されている。このほか、深夜アニメや一部スポンサードネット番組、また協定を適用しない番組を中心に、秋田県や福井県など系列局不在地域を中心とした系列外局や地上独立テレビ局への販売も行ってい,いが、その比率は他系列よりも少なく特に、 TBS ネットワーク基本協定に定められた系列内の優先放送権が適用される加盟局制作の番組は系列局がネットしないとそのエリアでは基本的に放送されない。他系列では関東キー局で放送されない番組をエリア内の他の地上独立テレビ局に番組販売するケースもあるが TBS 系列では1970年代に 在阪局発の番組で若干実例があったものの、2008年10月回編でパチンコなオトブが打ち切られた後、2013年7月から吉本新喜劇を東京 MX がレギュラー放送開始するまで途絶えていた。また、系列局内でも放送局の少ない地域は多系列の番組を放送することが多く、ネットワークの中でも番組編成に大きな差が生じている。 なお、九百九十九年頃に、東京新聞が、テレビ芸能スクランブルのコーナーにて、JNN はこの頃、排他的性格を見直すことという情報、記事が伝えられた。しかし、今日まで、具体的な結論は出ていないものの、三院放送、宮崎放送、テレビ山口で認められていた、ネットワークセールス枠の多系列の差し替えネットが2 0 0年3月29日を、 持って廃されていという動きがある。JNN は結成当初から特定の新聞との関係を持っていない。これは民放版全国ニュースネットワークを構築することが狙いであったため、NHK に対抗して地方民放各社が手を携えて独自の全国ニュース番組を放送しようとしたものである。当時のラジオ東京は毎日新聞社を中心に朝日新聞社、 読売新聞社といった、いわゆる三大紙と関わりを持っていたが、ラジオ東京はむしろ新聞職を払拭すべく動き、地方局には特定の新聞職を出さないことを条件に、ネットワークへの加盟を呼びかけた。後に TBS は資本系列を整理して、毎日新聞社との関係を強めたが、毎日新聞社の経営悪化による、 新社以降問題で保有株式が売却されたのをきっかけに完全に独立した。5社連盟の中では毎日放送も TBS と同時期に毎日新聞社保有株の大半が売却され毎日の文字こそ残っているものの新聞系列から独立している。ただし現在でも毎日新聞社と TBS 毎日放送 RKB 毎日放送は 有効会社の関係にある。また現在も系列局には、地元有力新聞社と、親密な放送局が多く、北海道放送イコール、北海道新聞社、中部日本放送イコール、中日新聞社、東北放送イコール、河北新報社という全国紙に匹敵するブロック紙熊本放送イコール、熊本日日新聞社、静岡放送イコール、静岡新聞社、 琉球放送イコール、沖縄タイムスという各地域の地方紙の影響を受けているという一筋縄ではいかない点を有している。キー局の TBS テレビ、並びに TBS 系列の BS 局の BSTBS BS のリモコンキー ID は6。TBS 以外の系列局でキー局と同じリモコンキー ID を使用しているつぼね、地図上で赤で塗られている地域の局は5局。 6以外が12曲ある。他の民放ネットワークと比較して統一されている割合が低く、特に東海異性の西日本地域で6以外のリモコン ID を使用しているつぼねが多い。これは加盟局の多くがその当該地域の先発局でアナログ放送親局と同じチャンネル番号をリモコン ID に採用したつぼねが多いことや、広島異性の地域で NHK 総合、 e テレに次いで若い番号であるをリモコン ID に採用したつぼねが多いことが原因であるとされる。リモコンキー ID に 6CH を使用する系列局のうち TBS テレビ以外では IBC、岩手放送及び北陸放送もアナログ放送の親局チャンネル番号を引き継いだ。なお、アナログ親局 5CH を使用していた新潟放送はデジタル放送では 録を割り当てている。この表中の社名の欄は、日本民間放送連盟公式サイト、会員者ページの表記に順じて記載している。一部に例外あり、JNN 加盟局は、すべて G ガイドのホスト局であり、JNN 加盟局のない秋田県、福井県、徳島県、佐賀県の4県を除き、番組データの配信を行っている。2018年4月現在、 11支局がある。これらの支局は JNN 加盟各局が出し合い運営されている JNN 基金を元にして、機関局がそれぞれ費用を一部負担する格好で開設、運営している。ただし TBS テレビ以外の JNN 加盟局に所属する記者は開設局に所属しつつ、TBS テレビの名前も背負う。そのため開設局と TBS テレビの両方のロゴが印刷された特注の名刺を TBS から各記者に支給し活動させる。ネットワークはその時々の情勢により変化。加盟局が独自に解説するケースもあるが、常に統廃合が繰り返されている。また、記者の派遣については、解説、運営局以外から行われることも少なくいい。海外記者のリポートは、 JRN のニュースでも録音で放送されている。そのため、一部の JNN 海外記者リポートが、JRN を通じて、日本テレビ、NNN k ラテ県営局と AM 単営のラジオ、福島、和歌山放送も放送される。このほか、シドニーにも通信員が常駐しており、取材活動を行っている。現在、支局は置かれていない。かつては、カイロにも、支局、 山陽放送が設置、運営が置かれていたが、JNN の海外支局再編のため2012年3月で閉鎖された。また、中部日本放送が1974年に JNN ローマ支局を開設したが、1990年に東欧情勢の変化に伴い、ローマ支局を閉鎖して JNN 委員市を設置したものの、2010年9月に閉鎖された。 さらに毎日放送の設置、運営による JNN マニラ支局も存在したが、現在は閉鎖している。JNN は、日本のニュースネットワークで唯一加盟局がない地域に支局を置いておらず、過去に存在したものを含めれば、TBS 福島支局、福島テレビの JNN だったいから、テレビ U 福島が開局する間までと相比し、 岩手放送は北市局が存在したのみとなっている。JNN 排他協定の影響で、系列外で放送される番組は、数本程度と、局少数で在京キー局の晩飯番組では、最も少ない。1960年代までは、地方の民放テレビが一局かつ、オープンネット状態ということもあり、上記局、秋田テレビと福井テレビ以外における、 TBS 系列番組の放送本数も現在より多く、また一部同時ネット番組も存在した、ロッテカのアルバム、ヤング720等。佐賀テレビ、STS、富士テレビ系列は、もともと系列外番組の放送が少ないが、笑顔が一番、や、実りの風景など、スポンサードネット番組を中心に放送したことがある。放送テレビ、現在は、 テレビ朝日系列は九百七十五年のミスユニバース日本代表選出大会では開催をネットチェンジ直前の三月中に行い TBS 系列にネットした。これは前年に TBS 系列局が出場者の募集活動を行ったためである。それ以降は大晦日のゆくとしくる年など民放連加盟全局ネット番組が TBS 制作となった場合、 tbs サービスや放送番組センターなどを通じて購入した権利切れ再放送番組、気温など tbs グループの企業が制作に関与した外部制作扱いの番組 tbs が制作委員会に参加した特定のネットワーク依存しないシ夜ア,アニメなどの例外を除き tbs 系列の番組は一切放送されなくなった選挙、台風、地震や 他に大きな事件、事故の際に特別番組を編成、放送する。開票状況を伝える特別番組を放送。出口調査などを駆使して、早く、分かりやすく伝える。規模に応じて、速報のみの対応、速報臨時ニュース、速報臨時ニュースの後、特番へ移行と、大まかに分けて3つのパターンが存在する。津波情報に関しては、 警報が発表された場合、JNN 津波情報直ちに避難が挿入され、CM 中でも、常時文字情報を出し続けることになっている。ただし、ニュース速報と違い、系列各局のローカル処理となるため、地域によって、その都度対応が異なる。また、近年では CM に入ったら一旦消去することもある。TBS 気象情報のチャイムは鳴らないまま、テロップだけが表示される。 ただし、土砂災害警戒情報、竜巻注意情報が地方のみ表示される。台風時は各局で編成されるため、すべての加盟局に向けた特別番組の放送は滅多にしない。また、通常のニュース、情報番組の中で番組の多くを台風情報に当てている。新潟地区も含む、もともと甲新越生の4局だったが、後に、 北陸の2局も参加。名古屋に所在して、東海3県をエリアとする CBC は含まず、大分地区も含む、2009年は JNN 発足50周年であったことから、以下の特別企画、特別番組が編成された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。